もうエコーが便利すぎて手放せない。本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。情報、縦が 4.7cm、 横が 8.5cm、 ディスプレイが 1.65、 大きさはだいたいスマホぐらいです。監督はですね、こちらこのまま使うのではなく、別売りの角度スタンドを使っております。スタンドなんですが、こういう感じのスタンドですね。これをもうパカッとくっつける。そうすると簡単にこうしても落ちないんですよ。多分磁石がついてると思うんで、もう一回つければ外れません。色は白と黒があります。電源は本体にこちらですね、電源をぶっ刺せば OK です。はい、 Amazon。 はい、でこちらが本体となります。エコー。では一つずつスポットを当てていきたいと思います。メリット、はい、でまず時計機能ですね。時計のボタンを押しまして、とモダンですと、まあこういう感じでですね、いろんなバリエーションがあります。はいはい、おしゃれなレコードとか、はい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 、あ、鶴、いいね、わっていう感じでいいね。あ、これもいいね、フラミンゴ。それからお花畑に、ちょっと宇宙、いいね。はい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 、こんな感じでいろんな種類が選べます。パーソナルフォトっていうのはもう自分で撮った写真ですね。これもある意味設定できます。フォトフレーム欲しい方はですね、こいつでもフォトフレーム機能として大活躍してくれます。はいはい、普段ですね、監督が一番使う機能をご紹介していきたいと思います。目覚ましです。例えばですね、今1時38分なんで、アレクサ、1時39分にアラーム。午後1時39分にアラームを設定しました。はい、というわけで、39分になればアラームが鳴りますという感じです。音も結構いいんですよ。結構重低音も入ってて、止めるときはこの停止ボタンを上にパッとすれば OK です。か、もしくはアラーム止めてと言えば止まってくれます、自動で。もう日によってやっぱりその起きる時間って違う時ってありますよね。例えば朝早起きしなければならないなっていう時には、この使って、まあスマホでいちいち6時に設定するんじゃなくて、〇〇に起こしてって言えばもう自動的にセットできます。何時にアラームを設定しますか。じゃあ明日6時に起こして。6時ですね。午前、午後どちらですか。午前。明日の午前6時にアラームを設定しました、という感じで設定ができます。ちなみにこのアラームなんですが、重ね掛けできます。スムーズ機能もついていますので、そこもご安心ください。例えば料理をするとき、タイマー10秒、10秒のタイマーを開始しますっていう感じで、まあ10秒は使わないんですけども、例えばまあ3分とか5分とか使うときはこれで全部操作できます。そろそろかで止めてで止まります。まあ、音楽かけてるときだったらちょっと大きな声で言わないと認識しないんですけども、基本的にはもう全方向でもう音集音してるので、まあ大体一発でできます。まあただちょっと注意点としましては、目覚ましになってるときはこいつからも音出てるんで、まあそれに曲げないぐらい大きい声出さなきゃダメっていうところですね。はい、というわけでその料理のですね、タイマー設定もできると、アラーム、この2つの機能だけでもこのエコーショーを買う価値は個人的にあるかと思います。続きまして、皆さん買い物リストスマホに入れてませんか。監督は覚えてよ覚えてよと思うんですけども、まあ基本的に忘れてますね。毎回スマホで打つのってめんどくさいじゃないですか。このエコーショーってむちゃくちゃ便利なんですよ。例えばですね、あ、そうだ、もうコーヒーが切れるなって時、そういった時にですね、こちらがとても便利です。買い物リストにコーヒー。コーヒーを買い物リストに追加しました。はい、というわけでここにですね、コーヒーが出ます。これでこちらに連携して、それをデータ送信されたアプリの中で見えるというむちゃくちゃ便利な機能です。店に行った時に、あ、何買うんだっけ、忘れたなと思った時に、 Amazon Alexa というアプリを入れておきますと、はい、買い物リストコーヒーと書いております。なのでこれを見れば、基本的に生活をしていますと、ゴミが出るかと思います。あれ、今日ってゴミの日なんだっけ、あれっていう時ってありますよね。私監督もかなりあれ、こちらなんですが、ゴミの日を登録して、明日のゴミは、わかりました、明日出せるゴミはプラスチック、
です。はい、というわけでですね、例えば今日のゴミの日とか明日のゴミの日を、アレクサに聞くことによって、すぐ答えてくれます。ちなみにこのゴミの日ってそれぞれの地域によって違うかと思うのですが、スキルでですね、このスマートフォンのアプリで設定してしまえば確実に答えてくれます。忘れっぽい方にはとても便利です。天気、例えば今日雨の日で、いや傘いるのかなって、でも外まで出るのもな、時にですね、今日は雨降る？今日は雨の予報はありません。と答えてくれます。もちろんですね、これは地域によって降水確率も変わってくるかと思いますので、設定もできます。傘の常備は忘れることはなくなりました。はい、またその体感温度とか湿度とか、あと降水確率もですね、データとしてですね、こういう細かいところもですね、しっかり行き届いているというわけです。液晶画面がついているということで、動画も見ることができます。まず一つ YouTube ですね。この YouTube のアプリが入っているのではなくて、Firefox で見えます。例えばですね、監督ラボの動画を見たいときなんですけども、YouTube を開いて、YouTube です。で、Firefox が自動で開きました。はい、こういう感じでですね、もう指で操作して見たい動画を見ることができます。YouTube 監督ラボ。こちらが見つかりました。来るか来るか、なんだこれは、サッカーの監督出てきましたね。まあいつかですね、この監督ラボって言ったらアレクサが自動的にですね、監督ラボの動画を出してくれるようにですね、ビッグになりたいと思いますので、エコー症状ですと、もうこうやってすぐですね、おすすめ欄にですね、 Google、YouTube、Wikipedia もすぐ開くことができます。こういう感じで検索ができますので、まあここで打ち込むこともできます。まあ操作に関してはですね、このマイクボタンを押して、監督ラボ、おい、出た。検索されます。いや、まだ出てこないわ。イメージとしては、手で持てないタブレットみたいな感じですね。で、監督自身はですね、まだあまり使ってはいないのですが、Amazon の製品なんで、Amazon プライムですね。はい、も使えます。ただ、その操作に関してはですね、プライムビデオを見せて。プライムビデオはこちらです。はい、と出ます。こういう感じでですね、ここから、操作することができます。アマゾンオリジナルドラマを見るという形で、ここでいろいろと見ることができます。まあプレム会員の方はですね、もうぜひとも使っていただきたいです。まあただちょっとですね、画面が小さいというところはまあネックなんですけども、片手間でですね見たりですとか、する時にはですね、とても便利な機能かと思います。アマゾンプライムビデオが見れるということは、プライムミュージックも聴くことができます。このエコーショーとてもいいのがですね、歌詞も表示してくれるんですよ。最近ですね、まあ、解禁した嵐の楽曲もかなり入っております。嵐の楽曲を再生。アマゾンミュージックで嵐の楽曲をシャッフル再生します。停止。音を上げて、音を下げてといえば、下がったり上がったりできます。次って言ったらもう次にスキップしてくれます。まあ歌詞ついてるやつとついてないやつがあるのですが、本当にこのカラオケジュークボックスになります。10秒先とか、10秒戻ってって言えば、自動的にそれも調整してくれます。音質でまだ満足できない方はですね、それでは Bluetooth 接続のスピーカーがあれば、そこをですね、さらに上げることができます。あと監督はですね、まだ使っていないのですが、ジョイサウンドというですね、アプリを使うことによって、もう自宅がカラオケルームになります。すごいよ、ほんと。これ、だからほんとおすすめ。はい、続きまして、ビデオ2はですね、まあ実は聞いてたんですけども、まだ一回もやったことがありません。なので今回、今ですね、この場でやっていきたいと思います。ビデオ2は、来た。OK。来た。ビデオ。はい、というわけでですね、こちらなんですけども、すごくないですか？ね、エコーショー5で、こうやって電話をしながら、はい、で、こちらがスマートフォンですね。すぐ後ろなんで、ハウリングしちゃってるんですけども、こういうビデオ通話を無料で使うことができます。監督ラボがこのエコーショーを使って、例えば友達がこいつを持っていたら、ここにカメラがついているので、こいつがあれば、手の映像を見ながら、ずっと会話を無料で続けることができる機能です。まあ、あとやっぱ声を聞かれたくないっていう方はですね、ここにスピーカー端子がついていますので、音を聞きながら話すってこともできます。近未来すぎる。まあ、あと、例えばですね、ペットですね、ナビ、こいつをもうセッティングしておいて、で、このスマートフォンで、ビデオ通話に切り替えると、もうこいつから、もう映像がパッと見れるので、なんていうか、防犯カメラとか、もう監視カメラになります。
すげえ。そうですね、トイプードルとは、辞書でトイプードルについての説明が見つかりました。トイプードルは犬の一品種、プードルのうち最も小型の品種で、体高約27センチ。すごいマニアックな言葉は多分登録されていないと思うんですけども、簡単なことに関してはですね、〇〇は何って聞けばもうすぐ答えてくれるので、いちいちスマホだったり辞書調べる必要がなく、すぐ答えてくれます。翻訳機能ですね、例えばですね、おはようは英語でなんて言うの？おはようを英語で言うと Good morning という感じですね。ちゃんとそのグッモーニングっていうのは言ってくれますので、ちょっとヒンドゥー語はちょっと出てこなかったんですけども、まあ大体まあある程度の言語は翻訳できるかと思います。計算ですね。例えば友達なんかが来て1595円を4人で割り勘、1595円を4で割れると398.75 円です。はい、というわけでもう瞬時に計算してくれます。エコーソなんですが、やっぱアマゾンの製品なんで、アマゾンで注文したものですね、今日到着予定だとしたら、この上あたりにですね、本日アマゾンから品物が配送されますって書いてるんですよ。それすごい便利だね。デメリット、こちらですね、やはりそのガジェット電気製品ということで、常にですね消費電力がかかります。でその関係でですね、電気がもう落ちたら全く使えないし、あと Wi-Fi 機能が使えなかったらですね、もうただの箱になります。はい、というわけでエコーショー5の紹介でした。皆さんどうでしたでしょうか。監督、このエコーショー5買ってからというものですね、ライフスタイルが変わりました。その他にもですね、アプリも含めるともう多種多様な使い方がですねあります。はい、でこちらもですね、 Amazon のエコーショー5という商品なんですが、結構価格の変動が激しいです。例えばもうプライムデーとかになると一気に安くなったりですとか、監督はちなみにですね、1個の値段で2個セットの時買ったりですとかしました。でもね、この機能に関しては多少高くてもね、まあ、1万円でも安い方だと思いますよ。目覚まし機能もついてるし、タイマーもついてるし、ビデオ通話もできるし、ラジオも聞けるし、動画も見れるし、インターネットも見れるし、 YouTube も見れるし、もう何なんですか。はい、というわけでですね、ぜひ参考にしていただければなと思っております。監督ラボなんですけども、こういったガジェットレビューの他にもですね、様々なものを紹介したりですとか、これはいいなと思ったものをですね厳選してお届けしておりますので、ぜひともですね他の動画を見ていただければなと思っております。今ですね、ちょっと照明機材に連携しているので、ちょっとそれだけ見せて終わりたいと思います。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。ここに今照明があるのですが、リビングの照明をつけて。はい、というわけでですね、連携することによって、毎回いちいちボタンを押すことがなく、声で操作ができます。ここにですね、ベッドがあるのでいつもここで寝てるのですが、寝るときにですねいちいちスイッチを押すのめんどくさいんですよ。なのでベッドで寝転がりながら、もう眠くなってきたなーと思ったら、リビングの照明を消して、はい、このアプリを通してやることによって連携プレイもできます。これ照明なんですけども、概要欄に貼ってありますので、もし興味がある方はですね、覗いてみてください。